2022年10月5日水曜日午後5時の日刊生放送でございます。皆さんこんにちは。今日もちょっと画面が大きいね。もっとちっちゃくなるのかな。これがですね、まあ、これあれなんか顔が大きいような感じするよな。これなんか画面がね、今一生懸命やってるんですけどちっちゃくならないんですわ。これぐらいでいいのかな。いつもこれぐらいの大きさかな。日刊生放送始まりました。この日刊生放送今日で、910回とかなんかな。自分のプロフィールにですね、日刊生放送夕方5時からしています、910回、今日が910回ということで、ちゃんと自己紹介のところ書いてるようにですね、910回になりました。でこれはコロナになってから始めたわけですね。コロナになって言われたことが、その日常が失われてしまった、だからニューノーマル、新しい日常を作りましょうっていうようなことがね、一昨年でしたかね、言われておりまして、そういう中でその一番最初はですね、今火曜日の7時から聖書の話っていうのがね、でこれは私の両親がいるところまで行って、そこでこの同じiPad を開いて、その聖書のメッセージ、説教、お話をする。でそっちの方がね、先だったんですよね。だからそのニューノーマルっていうようなことが言われてきた時に、そのもう一つ言われてたのが、その教会とかね、クリスチャンがもっとインターネットを活用したらいいじゃないか、で教会をいっぺん覗いてみたいけどなかなか覗くことができないっていう人が、インターネットで動画とかですね、いろんな情報を出してたらすごく覗きやすいんじゃないか。それでもう日曜日の礼拝の中継っていうのをね、いろんな教会がバーッとやるようになって、いやそれだったらもう日曜日だけじゃなくって、月曜日から土曜日まで毎日聖書の話をしたらいいじゃないかそしたら何曜日でもその聖書の話聞きたいね、キリスト教の中身覗いてみたいっていう人が、見れるじゃありませんかっていうようなことで、それが そもそもの考え方だったわけ。でその火曜日に親と一緒にっていうことはずっとやってましたから、これをまあ中継してみたらどうかなっていうので聞いたわけですよね。でうちの親はちょっと頭の固いところもあって、そんなことやってどうなんねんみたいなね、そういうネガティブな返事が返ってくるかなと思ったら、思いのほかね、あ面白そうじゃないっていうふうにお父が言いまして、それでその、だから第1回は火曜日の7時のやつなんですよね。かその次からは、その、まあいろいろネットでいろんなこと言われてて、その聖書の話をね、固まってなかったか。着替えて、ね、乗り物乗っていくところ、布団から寝巻きのままプッと首出して聞くようなことではいかがなものかっていうのをね、書いておられる牧師さんがいまして、まあそれもそうだなって、自分の方もまあ毎日続けるっていうのは大変だな、だからもう平日は、もう雑談ですよね雑談に終始して、でその中にまあためになる話も入ってると。で火曜日の7時だけは聖書の話っていう体制で始めた。だから月曜日、火曜日2回、水木金土日ということで1週間に7回、日曜日は休みという体制で今ずっとやっておりまして、そういう形のものが910回まで来たということですよ。だからあと90回、3ヶ月ぐらいで1000回になるわけですね。でね、私もちょっとね、こう
飽きてきたっていう面もなきにしもあらずで、YouTube とかにもこれ映してるんだけど、まあ YouTuber のたくさん見てる人って1万人とか10万人とかね、見てるわけじゃないですか。で、私の放送見てる人からアーカイブの方も、やっぱり桁がもう一桁も二桁も三桁も違うなっていう感じで、続けててどうなんのみたいな思いが私にまあないわけでもないわけなんですよね。だけどこれ まず第一には自分自身のためにやってるわけだから、5時っていう時間をピャッと手放しちゃったらスルスルスルっとどっかにね、まあ5時が行ってしまうと、そういう思いでもうこれは必ずもう自分の修行ってわけじゃないですけど必ずやりましょうというような思いでやってるわけですよ。でそれとリンクするわけでもないでしょうけど、パソコン周りにいろいろ不具合が出てきて、今朝ね、そのパソコンの音が出なかったわけですよ。動画を再生して、でアンプがこっちにありまして、線がずっと引き回して、その線をアンプにプッと挿して入力して、でアンプが鳴るところが音が鳴らない、音なしの構え、あれっていうことでね。でこうよく見たら物理的にですね、これが線の一部なんですけど、こういう風になっちゃってたわけですよね。線がだからこれ黒い、黒というか青のね、その被膜がなんか剥けちゃって中の赤い線と白い線とかシールド線がね、こういう感じだから、これまでかろうじてあの電気的につながってなってたのが、なんか知んないけど昨日の晩の間にネズミがかじったのか、どういう具合であったのか、ね、プチッと切れまして、切れちゃって、音鳴らさへんって言うてね、ストライキに入っちゃったわけですよ。で、それのみならず、さっきですね、帰ってきてパソコンを立ち上げようとしたらね、青い画面ですよ。久々に見た青い画面。あの、Windows 7も、まあ、あんまりなかったけど、もっと前の Windows って、結構ブルー画面っていうのがあって、起動できませんってやつですよね。それになって、あで、まあもう一回やってみるので自動的に再起動しますとかって一回二回やったけど、やっぱり同じまま。で今度はコンセントをピャッと引っこ抜いてですね、うん、だからもう一回グッと挿して入れた、そしたら同じと。今ね、皆さん安心してください、見れてるんですよ。見れてるわけですね、ありがたいことにね。だからさっきのこの私がちょっと考えたのは、線がこうなってる、でこれがパソコンに挿してあるわけだから、あのこれまでこの電気抵抗とかいろんなものがその音声出力のところにね挿してあったものが何か変化があった、あるいはひょっとしたらもうショートしちゃったね、ショートなんかしたら大変でしょうね。まあ回路的にそういうとこショートしても大丈夫のように守ってはあるんでしょうけど、そういうものが働いて起動できないっていう形になったのかなと思って、挿してあったのを音声出力のところに挿してあったのを抜いて、もう一回やってもダメで、でもその時にね、あのここから再起動したらうまくいく場合がありますっていうふうに押せるスイッチがあってですね、そこにこうビューッとマウスでね、カーソルを持っていってプチッてやるとですね、ああ再起動してくれたわけですよ。だから Windows 7とか10とかって結構優秀っていうか、あの本当に結構自分でもう一遍立ち上がってくれるっていうかね、再起動してくれるっていうのでね、なかなかよくできたソフトでありマザーボードだなと思ってね、感心してるわけですよ。それでね、ちょっと別のお話っていうのも、まあ今は自分がさっき初めの方に申し上げたちょっと煮詰まってるような感じがあって、この煮詰まるという言葉を検索してですね、でそのジャパンナレッジっていうのを私持ってまして、そこにはそのいろんな辞書が入ってるわけ、日本大百科全書とか世界大百科辞典とかね、から日本国語大辞典とかですね、角川類語辞典とかですね、もう30も40も
いろいろ入って、心理学辞典とかですね。心理学辞典とか、日本統計年表とかですね。いろいろ入ってるんですが、煮詰まるって検索したら、そういうのを縦断して、どんな言葉が出てこな。それでね、私、ここで気がついたのが、私がこう、自分が今ちょっと煮詰まった状態だ。ね。なんかいろんなことをやるんだけど、どうも、なんか、なんて言ったらいいのかな。かったるいっていうようなね。長いことをやりましたけど、もう、なんか、同じようなもんだなっていうようなね。そういう感じを私は煮詰まるって思ってたんですけど、その辞書の定義だと、この逆なんですよね。で、煮詰まるって開いた時に、煮え詰まるっていう表記もある。うん。煮詰まるか煮え詰まる。で、この煮え詰まるっていう風に言ってんのは、これは何辞典だ？これはですね、辞書の名前が、日本国語大辞典。煮え詰まる。で、それを煮詰まるとも言うっていうことでしょ。一番が、その物理的に、その煮えて水分がなくなる。ね。魚を煮たりしてるときに火を止めるのを忘れてたら、だん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 こう水の量が減って、最後に煮え詰まって、さらにまだそこから先行くと焦げちゃうという状態になるわけですけども、そういうまあ物理的な煮え詰まる、煮詰まるっていうことがある。で、その次2番目がね、その人間の心理っていうか、いろんな様子に関して、その極限状態になる。ね。極まるっていうことですよ。極まるっていうことは、こう、切磋琢磨して努力していろいろね、試行錯誤して、出来上がってくるっていう方向性じゃないですか。で、私の考えてたのは、なんかバラバラにふわーっともう溶解していってですね。でもそうだね。言葉の意味から考えたら、この辞書に書いてある、極まる。ね。煮詰まる我が身は鍋と口二つ。これよくわかんないな。とにかくまあ極限状態っていうのはいいことでもないですよ。人間にとって人間が極限状態になる。だから極限状態になるベクトルでしょうね。で、極まるっていう意味合いがあるっていうのは考えてみたこともなかったわけですよ。で、他の辞書を見ますと、煮詰まる日本国語大辞典、まあ一番が煮えすぎて、話もね、そうや、ネタになんでもするわ。この前言ってたように、これがダメになっちゃったわけよ。これが iPad に挿す部分で、で、ここのところがスティーブ・ジョブスの趣味で、このなんかゴムで補強するとかね、しないで、スーッと出てるから、傷みやすいわけだ。で、私としては傷んできた時に、ここになんかちょっと硬いものを入れて、ガムテープで巻いてってしてたんだけど、なおかつ5辺になっちゃった。それで、まあ新しいの買わないといけないからって、この線結構ね、高いんですよね。ところがね、こういう秘密兵器がありまして、これちょっと今抜いちゃったけど、こういうの。こういうの。で、これは普通の USB なんですよ。USB にこれを挿して、USB にこれを挿したら、iPad 用、Mac 用になるというね。これがたまたま、
家にあったわけですよ。あったわけですよ。ね、iPad で使えるペンですよ。ね、正規版じゃなくって、まあ、サードパーティーのやつですけども、で、それの電源がこういう形で、その、USB のこのちっちゃいやつ。充電しないと煮え詰まった感じ。あれなんか角度によってなんかな、微妙なね。ちょっと待って、これね、今雷マークだったか、なんかね、鬼のような感じになってるんですよ。一瞬雷マークが出て、今充電停止中とかって無残にも言われてて、じゃあこのままやってたら、はい、電池終わり。だからこれ生放送してない段階だったら、ここにこう電源スイッチがありますから、電源スイッチを押して、また画面にこれをピュッとスライドしたらオフになります。オフにしといて。で、そうやって挿すと、まあ必ず充電できるわけですよね。ところが今やってる最中だから、充電停止中っていうことを言われちゃっても拉致が開かないし。で、これの特色は、この iPad のは、これ裏側にしても、こっち向きにしてもこっち向きにしても挿せると。これは片方しかいけないみたいでね。バッタモンってわけでもないですけど、こっちはいけないので、やっぱりこう、一瞬でも雷マーク。今雷マーク。あ、雷マークがやっぱりしばらく出て充電停止中になっちゃったんだ。どうしたらいいだろうね。やってる途中にポコッと落ちる。まあそれも一興かもしんないね。電源が、なくなるまで続けるライブ。それでアーカイブが残るか残らないか。残らなかったら残らなかったで、もうそれでもいいじゃないか。ということで一遍開き直って、所定時間までやってみようと。で、このもう一つの辞書の方は、煮詰まるはね、議論や考えなどが出尽くして、問題点が明瞭な段階になる。だって、もうあらゆることを考え尽くしてね、語り尽くして、もう問題点構造が明瞭になる。それが煮詰まる。そういうふうに煮詰まるっていう言葉はね、使ったり考えたりしたことなかったね。だけど同じ辞書で3番目に問題や状態などが行き詰まってどうにもならなくなる。問題や状態などが行き詰まってどうにもならなくなる。だから私の五感で言ってる煮詰まったっていうのはこれなわけですね。だからこの辞書を作った人は2番の感覚、ね、2番の感覚と3番の感覚って全然真逆みたいですね、ベクトルがね。そうですけど、この日本、うん、国語大辞典にはこう入ってるということですね。さて、第2部クリスチャン新聞タイムスリップに行くわけですが、このところはそのノートに書いて、で、ノートに書くときに相当ね、もうギュッとまとめて、シンクして書きますから、今日はこのクリスチャン美容室開店って、これはやってないよね。昨日はね、おとついやったの全然気がつかないで、全く同じネタをですね、やるというね。そういう、まあそういうこともあるさっていうことで、これひっくり返ししまして、あと10分ね、電源が持つのか、持たないのか、興味津々、こういう形ですね。クリスチャン美容室開店、神奈川県。ね、これが、こう、女性の美容師さんが、この奥様のヘアをカットしながらね、いろいろ話しかけてる。これお店、
これ1階がお蕎麦屋さんで、2階が美容室なんですね。で、こういう風に出てきまして、ヘッダー画面があって、ノートですよね。1977年、安息日厳守のため、自分たちの店を作った美容師っていうことでね。で、こう記事をずっとこう見ていきますと、この美容院の写真、それからなぜかこの炎のランナーの写真ね。これが、エリック・リデル。戦前のことですけど、オリンピックに出た選手なんですよね。それが引用してありまして、で、美容院の中の写真。こういう、で、記事全体ってのことですけど、これについて私が書いてるっていうことなんですね。なんでエリック・リデルなのかっていうところですね。だからポイントはこの日曜日。だから福音派の教会では、その日曜日は必ずお仕事を休んで礼拝に出るということが美風というかね、もうほとんどそうあるべきという世界だったわけですね。今でもそうである教会も多いと思いますね。この美容師さんたちは日曜日の礼拝、日曜日休んで礼拝に出る、そのことが動機で自分たちの美容院を作ってしまった、そういう話も、事実は小説よりも来ない。1977年の出来事ですよ。ね。福音派の教会では20世紀、まあ日曜日の礼拝を守ることが大事という価値観が強かった。ね。誠実礼拝、厳守、厳守ですよ。という言葉があったほどであると。ね。それが大きな動機となって、それが職業選択の基準になったりすらした。だから絶対日曜日が休める仕事にしなさいよ。まあ、例えば、その代表的なのは公務員とかですね。そういう系統の仕事は、日曜の休み必ずあるんだから、そういう仕事を選びなさい、ということが言われるぐらいのものだった。で、私がこう横からシュッと言ってきたのは、日曜、安息日重視というと思い出されるのが、私が思い出すのはね、1981年に公開されたイギリス映画、炎のランナー。ね。チャリオット、ファイヤー。で、こう、宣教師志願者であるエリック・リデルは、オリンピック、パリで行われたオリンピックに出て、ところがその100メートル走の予選が、自分が出るのが、実は日曜日が、その予選なんだっていうことは分かってですね、はじめはその、団長なんかがね、分かった分かった、交渉して別の曜日に変えてやるとかって言ってたのに、なんか理事さんの中にね、うるさいね、そんなフランスの、委員に頭下げてね、お願いしますなんかそんなこと言えるかって、というのがいて、どうしてもやっぱり日曜日は動かせない。それで一生懸命その温厚な団長さんですよね。最後には、イギリスの皇太子殿下。ね、この間ね、クイーンが亡くなってキングに皇太しましたけど、その御曹司ですよ。皇太子がエリック・リデル、非常にこう早いわけよ。ね。出たら必ず優勝するだろう。ね。期待を背負ってる。だからそんな君がの宗教的信念でね、日曜日、安息日、休みって言ってても、もうこういう大事な事態なんだから、走りたまえっていうのをね。ところがそれもエリック・リデルは断っちゃって、まあ、キリスト教徒にとって日曜日は安息日であり何もしてはならないことになってる。あるサイトにね、載ってたのをそのまま引用させてる、いただいてるんですが、一般的にはまあ、それほど厳しいしきたりでなくても、彼は宗教家である。まあ、宣教師、志願者だからね。で、またもうすでに牧師の資格を持ってたんかな。そういう伝道の働きしてたわけだ。だからエリック・リデルがクリスチャンとしてどういうふうに行動するか、ということをみんな見てる。ね。そういう状況の中ですよ。だから、リレック・デルがそういう自分は日曜日には走りませんという表明したときに、その、英国正教会の一番トップですね、はもう素晴らしい判断である。という声明を出して、それが新聞、記事の一面にバーンと出ると。ね。非常に社会の波紋を呼ぶっていう出来事になったけど、書くまでも、このエリック・デルっていうのは日曜日を大切にしてたっていうことでね。
で、その最終的に出場レースを100メートルから400メートルに変えて、それがまさかの金メダルっていうことになるね。その符を描いたのが、さっき見ていただいた写真ですよ。こういうね、エリック・デレルが金メダル取ったって、ここのね、一緒にやってきた仲間たちが、ものすごい喜んでですね、彼を肩車してですね、スタジアムの観客の歓声に応える。ですから、この美容院を作っちゃった人たちっていうのは、結局エリック・リデルと同じ信仰を持ってたっていうことですよ。まさに。ね。うん。美容師の角田さんは、まあ人の店に勤めてたんだけど、日曜日はまあ休ませてもらえるっていう約束で入ったんだけど、やっぱり一番の書き入れ時だっていうのでね、だんだんそれが難しくなってきた。で、同じ教会に小川さんっていう、またこの人も美容師の人がいて、日曜日の午前だけはなんとか休みっていう交渉ね。そうなんだけど、まあ一年もすると同僚の非難、同僚からの非難、これが一番ね、痛いでしょうね。経営者の圧迫で困難になってきた。また、そういうふうにして礼拝に出れてもね、すぐに帰らなければならない。ね、もう午後は仕事ですから。その後ろめたさとか、自分だけ後ろ髪を引かれるように仕事に戻らないといけない。この寂しさっていうことを感じる。そしてその他のクリスチャンの人たちとの交流っていうのが乏しくなると、だんだん自分が神様からも遠のいていくっていう感じがしたってわけですよね。うん。で、小川さんはそういう感覚でもういっそ美容院師自体をやめちゃおう。美容師自体をやめちゃおうとまで考えたんだけど、そこではたと思ったのが、自分の店を持てばいいんだ。ね、自分が店を開けば好きなようにできるじゃないか。と思いついちゃったわけですね。で、小川さんはこれは素晴らしいのが祈り始めたっていうことですよ。クリスチャン新聞の記事では、見えないものを見えるようにして信じ祈り始めた。この見えないものを見えるようにして、これは聖書に出てくるフレーズなんですよね。うん。まだ実現していないものがあたかももう形になって実現して、それを見てるかのように、だから自分たちの店なんかね、ないんだけど、もうそれが実現したかのように心に思い描きながら、祈り始めた。小川さんはそのさっき話が出た角田さんとこの話をするようにね、まあ導かれたわけですよ。で、その時に、あと3年ほどできっと店を出すからと言ってしまった。このね、言ってしまったってのは私ちょっと脚色したわけ。クリスチャン新聞の記事はそうではなかったんだけど、多分状況的にはそうだったんじゃないかな。そこまで言うつもりもなかったんだけど、3年ほどできっと店を出すからってまあ言っちゃった。っていうのが正直なところじゃないかなと思うんですよね。そういうことはよくあるわけでね。で、そういうことをまあ精霊の導きととるのか、軽はずみの発言ととるのか、でも結局実現したわけだからね。で、3年ほどの月日が経ち、小川さんはたまたま昔の友人でキャンさんっていう人に会った。で、この人は記事に書いてるのは、以前創価学会だったんだけど、なんかいろいろ疑問を感じてね、偶像に向かって祈るっていうことの虚しさを感じた。で、喫茶店で話して、教会連れてってあげたら、思いのほか喜んでくれてですね、その、教会で祈るっていうことにおいて、神様の存在、ね、生きてらっしゃる、清い大きな人間に命を与えてくださった神様の存在っていうことがね、このキャンさんには、感じられた。で、教会に続けて来られるようになったんでしょうね。そんなある日ってクリスチャン新聞で書いてますけど、小川さんがそのキャンさんに美容院の夢をね、言ってまた語っちゃったわけだ。そうすると、思いもよらぬことにキャンさんは、自分が出費するからぜひやろうっていうことになった。神様不思議なことをなさる人ですよね。だからずっと3年間まだ実現していない店があるかのようにしてね、祈ってきた。まさにこの祈りに神様答えてくださった、そういう記事ですよ。もうそれじゃ3人でいよいよじゃあどうしようか、場所と資金の準備が始まった。もう具体的な話に入っていったわけだ。で、キャンさんが結局4分の3出
帰して、小川さんが残りを出すという形でお金を準備して、そしたら、すぐに病院としてできてる部屋ですよね。案件が出てきてですね。見つかってですね。で、内装なんかは同じ教会、横須賀中央教会の人たちが手伝ってくれてね。あれよあれよという間にね、保育所の検査とかいろんなことが1ヶ月で開店に至ってしまった、そういう記事なんですね。壁には牧師から送られた聖画がかけられたと。で、開店後間もなく60歳ぐらいのご婦人が来られてね、まあ温かな店の雰囲気ですよ。店の雰囲気温かいで、自分のことをポツポツと、こんな悩みがあってねとかね、まあ孫がいてとか、そういう話が出たのかもしれません。今まで通っていた病院では、まあ、不愛想でね、こんなことは話せなかったけど、っていうことでね。で、そういう関係性の中で、イエス様のことを明かしするということがね、始まってる。で、まあ、このお店はカットがうまい。娘さんに聞いたっていうので、来る人がいるとかですね。だから日曜日休みっていうことは、日曜日に客取れないから、商売にならないだろう、話にならないだろうって思いきや、カットがうまいから、やっぱり腕って大事ですよね。腕がね、一生懸命こう祈るっていうこととともに、やっぱりこの自分の本職においてですね、腕を磨くということが、やっぱりその仕事に対してね、忠実である、ね、お客さんに喜んでもらったりする、まあそういう心を持った人たちね、エリック・リデルもやっぱり練習しなければ、いくらなんでもね、練習もしないで金メダルが取れたわけではないっていう話ですよね。さて、ではひっくり返ししちゃって、ちょっと待って。もっぺんその画面、この3人の方たちの勇姿をね、見ていただきたいと思って、こっちひっくり返ししたわけですが。3人は出てないね。これが、笑顔でお客さんに話しかける角田さん。ね。この人お客さん。で、クリスチャン新聞の、記者が行った時にたまたまお客様がおられてですね、こうやってなかなかこういう写真って撮るのも珍しいよね。だから喜ばれたんじゃない？後で写真あげて、こんな仕事してる最中の写真なんてめったにね撮らないもんね。それがこれがシャローム、シャロームね、美容院シャローム、1階そば屋2階シャロームっていうことですよ。三神とは協力、聖術礼拝に出たいの一心で、美容で伝道、日曜は定休。それから最後に、これですね。私はこの三人の方たちのスピリット、日曜日がどうしても守って、礼拝、ね、教会で守りたい。このスピリットは、エリック・リデル、ね、炎のランナーのエリック・リデルと、同じものじゃないかというご指摘をですね、させていただいたっていうことなんですね。ですから本当にこれはもう素晴らしいことだなと思います。その心意気っていうことをね、覚えるわけですね。で、お聞きになってるあなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送にて失礼させていただきます。コメント欄が、電気なんか持ちましたね。電気ね。だから充電停止中とかなんとかかんとか言いながら、こう、ちょび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 っとね、充電してたのかもね。炎のランナー。炎っていう字の後に、炎の絵文字まで入れてくれてるというですね。念のいったコメントでございました。また失礼させていただきます。